チェジュの火山島と溶岩洞窟群は大韓民国にあるユネスコの世界遺産リスト登録物件。韓国では初めての世界自然遺産である。チェジュ島は韓国本土南岸から 130km にある火山島で面積1845平方キロメートルの韓国最大の島である。チェジュ島の中心に存在するのが春ラ山である。この山は旧火山で、 標高1950メートルは韓国最高峰である。360の小火山がメインの火山に付随する。チェジュの火山活動は大体白秋に始まり、第三期始めまで続いた。記録されている中での最後の噴火は約800年前のことである。島は春良山から発した火山岩や火山性の土壌に覆われている。春ら山山頂には、 二万五千年以上前に形成された火山湖の白力炭がある。1966年に標高800メートル以上が自然保護区に指定され、遊歩道と公園管理施設を除けば人造物の存在しない手付け数の環境が保たれている。春ら山の植物賞はユニークである。1565種のイカンタバ植物が見られるが、これは一つの山で見られる。 イカンタバ植物の数としては、最多の部類に属し、そのうち33種が固有種である。また、韓国の他のほとんどの山岳と異なり、春ら山は亜熱帯、温帯、寒帯の植物が、3つの異なるゾーンで垂直に分布している。この島から見れば外来種にあたる韓国本土に、自生していた植物200種も持ち込まれたが、それらの半分ほどは、絶滅に瀕している。 表記に韓国から伝わり、春ら山山町付近に生えている艦隊植物はその例である。亜熱帯性の森林や島の低地帯で生育する植物にも絶滅が危惧されているものがある。自然保護区内では17種以上の哺乳類、198種の鳥類、8種の両生類、8種の爬虫類、947種の昆虫などが確認されている。 そこには、ノロジカの一種や、朝鮮山猫のような絶滅危惧種も含まれている。チェジュ島が朝鮮半島から切り離されたのは1万年以上前のことで、それによって幾種もの固有種が生まれた。沿岸には、この地域では絶滅危惧の南半島イルカが定住している。現在では見られないが、古来は、コククジラや、セミクジラなどの大型のクジラ類の回遊経路と、 休息の場でもあった。日本アシカも同様である。他の帰客類は稀に姿を見せるかもしれない。また、春ら山には、旧石器時代の生活跡の残されている洞窟もある。そうした、考古学上の証拠は、この島に、旧石器時代にはすでに人が住んでいたことを示唆している。島の北東部には大規模な溶岩道が広がっており、科学的な調査の上でも価値があるだけでなく、 人気の観光スポットにもなっている。これは、島の中東部に位置するスコリア級、巨文竹の数十万年前の噴火による溶岩が流れた跡として残されたもので、ペン便利屈、万丈屈、金や寿司屈、流泉洞窟、タンチョムル洞窟の5つからなる。城山西出宝は、島の東端にある噴火鉱石。直径600メートルの河口が100メートルほどの高さの 段階で取り囲まれており、城塞のような様相を呈している。中核地域を含む登録対象は以下の通りである。英語の綴りは世界遺産登録名、ID は登録物件としての番号。具体的な範囲に関する地図はアイコモスの勧告書の中に含まれている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。